リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けどあの子たち大丈夫かな。嘘、覚えてない？この白状も、ほら私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな、あの子たちがいなかったらきっと今頃。はあ、なんか私ってば子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃう。君にも嫌な思いさせちゃったかな。ほんとごめん。あ、それはそうと、君もショッピン。へえ、電脳探偵になったんだ。すっごい、電脳探偵か。電脳探偵ね、電脳探偵。は？何それ？電脳探偵？別にいいけど、てかいいか悪いかもわかんないけど、なんだかすっごい思い切ったんだなって。まあハッカーになるとかより全然いいかも。てかハッカーだよ！新た、あいつハッカーだったよ。助けてはくれたけど、あれ完全にハッカーだったよ。なんかちょっとへこむな。嘘つかれてたわけじゃ、あれから会ってないんだ。うわ、やだな、気まずいな。こういう時はジミケンの新曲でも聴いて悪魔的になろう、老人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが中野に住まう人々といったところか。さて次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか、順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃され、その間私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないと。それと一つ重要なこと、君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな？うん、問題なさそうだな。安心したようで何もか。
これからは連絡が来ることもある。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応してもらう。これでは行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。